するしない？ひなたの部屋、今回は大井高春プロが来てくれました。お邪魔します。どうです、この部屋の空気が。いいね。いいですか、うん、なんか麻雀をこう、うん、パイを離れて、うん、大井さんの話をたくさん聞けたらなと。どんな話しちゃうの？思ってる。何でも いけます。 NG マジでない。本当ですか？本当にない。最近の麻雀の調子はどうですか？最近いまいちだね。あ、いまいち。うん、いまいち。それはなんで？ね、この放送の時期がちょっと先の話になるかもしれないけど、麻雀駅伝っていうのがあって、はい、今ずっとサンマやってるから、もう練習頭の中全部サンマにして、もう RMA として必ずこう予選会優勝して、で本戦でも RMU 旋風を巻き起こそうと今必死なんで、で RMA って正直僕がマイナスするよじゃもう絶対無理だと思ってて、絶対勝つしかないんで、からね、4マの調子はねちょっといまいちなんだよね。、うん、ただ3マは負けないよっていう。予選会すごかったですね。予選会ね、だからだってみんな寝れなかったでしょ、あの時間に。確かにね、いつまでこれ夢見せてくれるんだろうと思って。ありがたい話だよね、本当に。だから僕初日終わってすっごい負けてて、最下位でしたね。最下位だからもう本当に辛かったんだけど、もう僕が必ずこうマイナスを帳消しにして最後の松ヶ瀬にバトンタッチするから二人で頑張ろうなってずっと松ヶ瀬に言い聞かせてて、奇跡が起きたね、うん、それは他の選手ともそういう会話をしてたんですか？してた。で、はい、練習にもいろいろ付き合ってもらったり、僕は3人マージャンで松ヶ瀬が RTD で、その練習も RMA の人に付き合ってもらってたりしたんで、チームワークはすごく良くてムードも良かったんだよね。で河野なんかは自分が出れないんだけど、出れなかったんだけど本戦では自分が出ることが確定してて、で、うん、全然負ける気がしないと、大井はマイナスするイメージないし松ヶ瀬が負けると思えないって言ってて、もう必ず勝つからって言って全部応援しに来てくれて、予選のもうすごい。じゃあ裏にいたんですね、ずっと。ずっと河野さんいた。うん、そうなんだ。そう河野さんいて、そうまだ本戦はね、この収録の時はまだ本戦出て、まだ始まってないんですけど、うん、一応うちのキャプテンを河野にして、で、あの放送もね、最後にそのことを言ってくれたじゃないですか、大井、はい、さんの口から。もうあいつはボスなんで、うちの。あれをね、見て河野さんのまた話した言葉とかの、ね、そうだね、はい、彼もモチベーション上がったと思うし、今 RM 全体の士気が上がってるんで、すごい楽しみですよ。私からするとね、あのライバルがまた強烈、強いところライバルがそう来ちゃっただけなんですけど、 確かに。それにしても、うん、あの一連の、うん、なんかまくり方のパターンも全部がちょっとかっこよすぎて、楽しかった、気持ちよかった。しかもこう最後をね、あの大井さんが自分じゃなくて松ヶ谷さんを当ててるっていう、あのシナリオも、うん、さすが大井さん、なんか育てるのがうまいなというか、新しいスターをね、はい、あの感じましたね、作りたかったんで。うん、はい、その中であの松ヶ谷さん、なんか実際見た目が結構あのワイルドじゃないですか、松ヶ谷さんって。どんな男性なんですか？すごくいい子だよ、見た目は怖いけど、ああいう人ほど中身はいい子。うん、河野さんにしてもね、見た目ちょっと怖いけど、うん、いいおじさんで、ね、河野さんはひなさんのこと大好きだからね。仲良しですけど、ね、仲良くしてもらってるでしょ。結構そういうタイプ、麻雀家多いですね。そうだね、表だけど優しい人パターン、はい、うん、もういいおじいちゃんだよ、河野さん。まだまだ若いですよ。そんなメンバーの中で固めて、うん、本戦の、じゃ今も練習 してるんですか？してるよ、僕はサンマだけ、ひたすらサンマの練習してる。うん、うん、僕が負けたらうちは負けちゃうから。一応あの、はい、サンマのメンバー出てるじゃないですか、うん、他のグループ出てる。あのメンバー見て実際どんな印象ですか？太郎さんとドッポとアサミ、アサピン、うん、みんな強いね、それぞれ、あのすごく強い、はい、もう自信がある、絶対勝つとは予選の時は言ったけど、うん、今回は本当にちょっとした運がないと、うん、あの勝てないメンツだなとは思ってるけど、ただ彼らの3倍4倍5倍練習すれば、うん、プラスできるかなと思ってるんで、あの寝る時間を削っても練習したいと思ってます。誰かを背負ったり、会を背負ってる、しかも代表じゃないですか、うん、RMA の、うん、
置かれてるポジションがそこら辺の人たち味わえないぐらいのプレッシャーと、うん、あるね、絶対あるじゃないですか、うん、しかもあの中に出れる人数の割合って、うん、もう背負わざるを得ないというか、 そうだね、そこのこう空気感とかその環境に置かれても、うん、大井高春ってブレないイメージがすごい強いんですけど、おもうね慣れてるんだよね。あ、バカズですか。そう、これはね本当にバカズ。最初はすごくあの例えば RMU からただ一人選ばれるっていうことが多いじゃない、うん、RTG にしても、ね、日本シリーズとか最強戦とかでも、うん、だけどそれで僕が活躍して僕がどんどんと有名になれば、うん、あの僕の次例えば松ヶ瀬だったりが呼ばれるようになる、だから頑張ろうってずっと頑張ってきてて、それがもうね慣れちゃったんだよね、うん、最近は気持ちいいよこのプレッシャーが。でも実際に輝いてますね、うん、後輩が今度は。そうなんですよ、僕が活躍して、はい、僕の枠はもう多い枠で1個もらってで新たに RMU から松ヶ瀬が1枠みたくなってきたんで、これはすごく嬉しいよね。またこの結果で、うん、ね、来年の RTD だったりがまたメンバー変わるかもしれないし、そう本当にそう、そしたらもう大躍進ですよね。本当にそう、松ヶ瀬なんか今回活躍したら来年あるんじゃない？いや、あると思う。それぐらい思ってるんで、うん、はい、そう思うとなんか今のこの置かれてる状況もある種楽しんでる、楽しんでる僕は、うん、ワクワクしてる。なかなかねその域に行けないもんですよ。もうでもさ、ひなさんももうさ、いやもうさ出まくってるじゃん。いやいやいや全然違う、もうだって自分の団体背負って立つっていうのはもう絶対にもう、うん、結構背負ってる、未知の領域です。まだ嘘、いや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 、大井さんの、大井さんここら辺の日だとまだ指定ですね。そんなことない、はい、だってあなたさ400人近くに最近なったんだよ、最高位戦って。はい、そうです。400近くになった中であなた一番上にいるじゃん、女優で。で B1 でさ、ここ何年かずっと成績見てるんだよ、うん、僕友達多いしさ、見ててさ、あなたはそんなに苦しんでるとか見たことないんでね、落っこちるっていう。いや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 、苦しんでますよ、うん、いや本当にもう毎年ギリギリです。うーん、でもなんかその頑張ったら頑張った分だけまたこう会にチャンスがっていう感じは多少あります。うん、要はさ、B1 にいなきゃわからない世界ってあるんだよ、うん、でまだその A リーグの経験がない分、今度 A に行った時にまた少し苦労するかなとは思うけど、うん、B1 っていうさ、最高戦の B1 っていうものを経験したことのない女流がすっごい多いわけで、その頃よりあなたの方が絶対に強いと思ってるのね、僕は。うん、うん、ひなたの話にしてくださいましたね。いやいや、うん、いやだから他の女流よりね、僕はあなたがランキング1位というか最高戦の中で一番強いと思ってて、舞台慣れもしてるんで楽しみにしてんだけどね、いろんな場所で本当にね、頑張りたいのはね、うん、あれなんですけど、うん、RMA も会員は今ね150から160ぐらい増えましたね、うん、増えた。女性はその中でどれくらいなの？30人から30何人じゃない？うん、まあ、民主主義、もう人の意見が通っていく、通る通る RMA の中で、うん、あの 会議とかはあるんですか？あるよ、選手総会もあるし、うん、役員会みたいなのもあるし、そこには若い人入れたり女性入れたりして、うん、あ、いろんな意見を取り入れる、いろんな意見取り入れるために。もともと団体を立ち上げようって思った経緯って、うんうん、あ、それね、どういう経緯があったんですか？私が入る前なんですよね、麻雀界に私が入る前も。今8年、8年目です。あ、じゃあそうだな、だからもうあった、あったんですよ、もう認識してて、ある意味あって、でも歴はまだそこまでね、大井さんもおっしゃる通り、うん、長くはない中で騙されたんだよ。あのね、まあプロ連盟にいたのね、はい、で当時プロ連盟にいて、で一番上の A1 リーグにいたの、うんうん、で大井っていうタイトルも持ってたの。大井ってタイトル、大井っていう、ああそう、はい、そね、大井戦の大井さんの大井じゃなくて、大井っていうタイトル持ってたの、はい、で役員だったの、うん、理事だったの。すごいじゃない、キャリアが辞めるわけがないの、はい、普通ね、将来もうゲストもすごいお仕事いっぱいいただいてて、うん、将来もう盤石だったんだけど、その時が何歳ですか？32ぐらいじゃない、あ30乗ってます、ね、ってたの34ぐらいかな。いやでも脂乗ってる時期、そう、はい、バリバリよ、はい、でその時にちょっと
勝った負けただけじゃなくて、もうちょっと麻雀っていうものが将来、放送の時代になるし、うんうんうん、もう少ない人数で麻雀大会をこうやるだけじゃなくて、もっと多くの人に見ていただくことになっていくだろうと思ってたの、麻雀がね。だから僕はもっと麻雀を普及したいとずっと思ってて、でその活動をするので、その日本麻雀機構っていうのがあるよっていう話が出たの。それで僕は、ああそれいいですね、僕もやりたいですと言ったので、それは別に連盟を辞めなくても連盟の中に5つそれができるって聞いてたから、うん、そこに参加しだしたんだけど、やっぱりいろんな僕知らないところで大人たちがやっぱりそれは連盟の中ではやっていいけど、ここから先はダメだよとかいろいろ出てきたんだろうね。で僕はその最初のプロ連盟にいながら麻雀プロ活動しながら普及活動をできるって聞いてたのに、うん、話が僕の知らないところで変わってて、いつの間にかどっちかを取れみたくなっちゃって、なんだよそれ、話違うじゃんっていろいろ思ったんだけど、うん、それが34歳の時、そうで、いつの間にかなんか辞める羽目になっちゃったの。本当に全然知らなくて、聞いてないよそんなのって。辞める羽目っていうのは自分の意思じゃないってことですか？自分の意思じゃなかったの、辞めたくなかったの、うん、本当に。へー、だけどその時に同時に辞めた仲間が今のってことですか？うん、今のと、あとはまあ土田さん、あ、そうですね、今最高位戦に出場、土屋さんが、僕らのボスだったというかね、うん、あ、そっか、それはお話聞いたことあります、うん、で、なんか分裂しちゃって、そっち、まあ、正直、土といると楽しかったんだよね、うん、確かに、一回り年上で、大先輩で偉大なるレジェンドなんだけど、僕はすごくお兄ちゃんというか、なんか楽しいお友達なんだよね、慕ってたんですね。そうだから冗談でも今騙されたんだよツッチーにとか平気で言っちゃうんだけどそれを言っちゃうぐらい、なんだ、陰口をしないというか、なんか思ってないんだよね、なんか嫌いになれないんだよ、ツッチーのことが好きで、うん、面白いじゃんあの人、面白いです、うん、そうなんだ、わけわかんないこと時々するけど憎めないっていうかね。そこから RMA を作ろうって、だからその麻雀機構っていうのをまず作ったんだよ、はい、おいたら、麻雀機構っていうのは麻雀の普及をこうしながらなんか本物の麻雀プロを作るみたいな話になってて、うんうんうん、あ、それだったら僕参加しますって言って、本物の麻雀プロになりたいから、あと普及もしたいからで、やりました、やりました。蓋を開けたらまあいろいろ揉めるわな、大人たちが、また僕の知らないとこでスポンサーのお金が出ないとかね、うん、いろんな問題が出て、そこは話が違うとか、また僕の知らないところでなって、うん、それで理想の団体にできなかったんだよな、麻雀機構っていうものが、うん、それでじゃあもうなくなりますと、日本麻雀機構なくなります、プロ連盟でまあまあ、まあまあな立場にいた僕たち、はい、河野も阿部も、うん、だって全員 A1 だよ、なくなっちゃうのすぐじゃないですか、それも。そうでもうすぐなくなりますって言われたから、えっつって、じゃあなくなるのも尺だから、じゃあ団体作っちゃうか、プロ団体っつって、うん、それは言ったのは知らない、誰が言ったか分からない、覚えてないんですか、知らないんだ、僕いないところで、僕だってその役員でも何でもないし、まあ、じゃあなんか作ろうかって話したのは大井さんではないんですか、全然違う、あ、違うんだ、知らない知らない知らない、それも知らない世界で、そのプロ団体じゃあ作っちゃう、うん、まあそのこのまま全員が引退するのも悲しいから何か作ろうって言い出しっぺがいて、そこに勝手にじゃあ大井を頭にするかみたいな、あ、いないのにそこに、そう、あいつがいないのに、そう、あいつが代表なら、うん、ついていくやつも多いだろうし、人がね、将来性も、うん、その あるだろうっていうんで見込まれてたんですね、なみたいね、勝手に代表にさせられてて、僕は最初断ったんだけど嫌ですって、ただ親友の藤中慎一郎が、あ、はいはいはい、藤中さん、僕と同期なんだけど、そう、藤中が、まあ、やってくれよと、でお前とだったらもう失敗しようが何しようがお前が代表だったら我慢できるからって言うから、
他の人が代表だったら俺もう死ぬに死にきれねえみたいなこと言うから、じゃあ一緒に騙されるかっつって受けてやったの、うん、本当はやりたくなかったの。じゃあその一声がなかった、ね、藤中がいなかったらやってない絶対に、うん、すごいですね。そう、その時だから20人ぐらいやったから、あれのスタートスタートに20人ぐらい、うん、藤中がお願いしたからやったの。そこからでもずっとこう変わることなく、うん、さらにこの存在感を出しての。そうだね、いやだからここは安倍さんと河野さんが、僕より年上の2人がよく僕を立てて、まあ口では憎まれ口叩いてね、河野さん特に多いのやろうなんて言うけど、なんだかんだ最後の最後は僕を立ててうまくやってくれたんだなと感謝はしてますけどね。こんなこともあんま言わないんだけど、うん、なんかちょっと鳥肌立ちました。あいつらが本当に年下で生意気な僕を育ててくれたっていうか、僕が大人になるまで我慢してくれたんだよね。でも広い心でずっと受け入れ続けてくれた。本当にそう、本当にそう。僕は本当にどうしようもない発言も多分散々してきたと思うんで、はい、若い頃に。そうそうそう、あいつらよく我慢したよね。そんな中で人も増えて、うん、増えたね。さらにこう層が高くなったというか、うん、ね、150人160人で固めてるわけですから、ね、もう来年あたり200人になっちゃうかもね、うん。その中で今の現状のこう客観視して見る RMU ってどんな印象ですか、うんうん、理想に近づいてます？そうだね、僕はあのやりたいことをやってるし、次のスターも現れ出してきてるし、あとはそう、もう少し外貨を得てお金を貯めて、河野と安倍がなんか年金じゃないけど、あいつらはもうちょっと年取った時に何かこう先生をしながらコーチをしながら少しなんかこう麻雀プロを続けていけるような体制を作りたいなと。それが次の目標ですか？そうだね、だからな、言葉は悪いけどそのシニアリーグっていうかマスターズリーグっていう。でもそれもいい響きですけどね、うん、そう。でもあ彼らはまだ、 まだまだ現役でやれそうだけどね、うんうんうん、河野さんは60になった時にちょっと考えようかなと思って、それまでにお金貯めて、さらなるこう夢に描いてるわけですね。そうです、もう未来を、はい、もうだって河野さんとか安倍さんをさ見とってあげるっていうかさ倒れちゃったら、うん、僕が面倒見ないといけないんでね、うん、彼らにやっぱ感謝してるんで、今自分がある程度仕事をいただいて、ね、稼いで生活が安定してるけど、これは自分一人でできたものじゃないから、 RME っていう母体があって、そこのトップだから得してることもあるんで、あいつらのおかげだと思ってるから、うん、返さないとね今度は、うん、それはそれでちょっと、うん、大井さんの今後の、だからさ楽しみですね。家賃とかもさバカバカしいじゃん、はい、多分彼らも10万の部屋借りてたらバカバカしいんで、うんうん、僕がもっともっと大金持ちになって家一軒買って、僕らどうせ結婚もできないからなんか大きい家買って、うん、なんかみんなで住むかもしれないよな将来。なんか老人ホームみたいですね。わでだ上流プロ。ひなたもいるかもしれないぞ。いいんですか入って。麻雀の勉強しつつ、え、住むかもしれない。例えば一緒の部屋ね、あの部屋いくつもある部屋家を建てられたら、これひなたはじゃあ料理ができますでも掃除ができますでみたいな担当決めて、みんなでシェアハウスみたいなね。てかなんか家っていうか、うん、なんか大江さんクラスならなんかマンションとか建てちゃえばいいんじゃないですか、ね、こんなに金ねえからそしたらもう部屋もみんないっぱい入れるし、麻雀の部屋もできるし、塔ですね、多いの塔。そんなのな将来できたらいいな、ね、そしたらいろんな方と一緒に最後楽しく暮らせますね。そうだな、うん、夢でっかいですね。いつまでな、本当に本当に、だからどれだけ稼げるかと、いつまで僕が現役でいられるかと。今実際どれくらい稼いでるんですか？すげえ直球早いな。今実際どれくらいお稼ぎになられてるんですか？どれくらいだろうな。まあすごいやりきたりな言葉で言えば、同級生と比べると、同級生のサラリーマンの、ね、平均賃金と比べると、うんうん、40代半ば、さすがに僕の方が、お、うん、何年か前から稼いでるのかな。回っちゃってるんですね。何年か前なんだろうな、うん、覚えてないけど。平均的な40代半ばどれくらいなんですかね。400万かな。あ、500万ぐらいが多くて、400、500万ぐらいかな。でもそれは余裕の、
余裕というか、じゃ例えば平瀬さんさ、はい、プロやって8年じゃん、うんうん、僕の活躍とか知ってんじゃん、はい、共演もあるしさ、うんうん、で自分の例えばギャラと比べてさ、大井さんの方が安いわけないよね。安くないと思う。それでさ、想像してたよ、はい、こんだけ働いてたよ、しかも、うんうん、で大井さんの年収がさ400万ですって言ったらちょっとショックじゃない？ショックです。だよね、はい、そう、それ夢ないよね。1000万以上いってると思ってます。ああ、なるほどね。1000万以上いってますね。なるほどね。いや、はい、それはちょっとね、よくわかんないですけど。いってますね、うん、はい。でもね、夢はないといけない。いや、本当ですよ。夢だって、大井さんがこれだけ売れてて、稼いでてくれないと、あの、若手が育たないんですよ、そう今後。そう。だから行っちゃってくださいよ。何を言うの。ただ本当にあのサラリーマンの人より稼いでますよ。1000万円超えですよね。これはどうかな。なんかね、なんかね、すごいくだらないこと言っていい、うん、すっごい大金持ちの人とか、うん、すっごい有名な芸能人とよく会うの、うんうん、でその人たちが、うん、なんかね、一番どのぐらいの時が一番幸せでしたかって聞くと、何そのトーク、でしょ、面白いでしょ、面白いです。そうすると、うん、全員の決まって同じ額を言うの。どういうことですか？あのね、はい、今例えば100億円持ってる人とか、うん、年収1億を超えてますっていう人に、うん、何人かに聞いたらみんな、でも今は幸せですけど、うんうん、最初に年収1000万、だ月に100万ぐらいもらえてる時が、うん、すごく幸せでしたってみんな言うの。 それを超えたらあとみんなちょっと貯金額が増えたり、あの例えば1万円のお寿司屋さんが3万円になりましたとか、焼肉で3万おごってたのが10万おごるようになったとかって、数字が増えた分生活のレベルも上がっただけで、車が高くなりました、時計が高くなりました、生活レベルが上がるだけで、なんかもう喜びは大してないと。貯金額とかも増えれば増えるほど嬉しいことは嬉しいけど、最初に月100万ぐらいもらった時の充実感と仕事のそういったと嬉しさはもう変えられないって。一番そこが実感しやすくて動けるお金のこう額も分かりやすく動くってことですね。だから友達にそのいっぱい芸能人もいれば社長さんもいっぱいいるじゃない、うん、ね、藤田さんとか大金持ちなわけだよ、うん、桁が違うもん、ね、そう、一緒に焼き鳥食いってさ、うん、藤田さんが「おいさん」って食いながら焼き鳥のタレがこぼれてる時計が1200万ぐらいするんだよ。あんたもうちょっと大事な扱いなさいっていう。私たちの1万円ぐらいの感覚ですかね。かもしれないね、はい、ない。それがだからそのあの人たちから比べると、その僕なんか今しょうもない年収だけど、日向さんが言ったように1000万ぐらいは稼いでほしい大井さんにって言うけど、だからそれぐらいだとしたらだよ、うん、みんな、うん、今大井さんは幸せです、幸せそうですよねってみんな僕に言ってくるの。僕も大井さんぐらいの時が一番仕事が楽しくて収入も嬉しくてってバカにされてんのかな。なんかちょっと格が違う人が周りに多すぎましたね。多すぎ、大井さんの周り、ね、僕の周りは桁が違う方が多すぎますね。そう、なんか別荘も数十億の別荘とかに泊まり行った時も、なんか大井さんは本当テレビで幸せそうに仕事してますねっていうの。こうですね。そう、大冗談から鋭角に見てますね。そう、すごい幸せだよ。でしょうね、うん、楽しい、うん、そう。村上さんとかさ、はい、日向さん大好きな、うん、村上さん、はい、とかも、うん、今すげえ充実してるから、ここからあと3年ぐらいから5年ぐらいにかけて幸せゾーンが来るんで、うんうん、村上さんのね、村上さんの年収はどれくらいかよくわかんない、ね、年収はよくわかんないね、確かにね、はい、でも村上さんはお仕事頑張ってるし毎日、うんうん、まあでも40万稼いだら月年収500万だからな。そうですね、それぐらい稼いでんじゃないの。でもそれだけこう今幸せな大井さんの貯金額っていくらなんですか。何、貯金額貯金額最近ね、村上がよく言うんだよ、僕はね、大井さんは1億持ってるとか、あ、8000万持ってるとか聞いたことある、わけわかんないこと言うんだあいつ。いや、それは超えているみたいなこと私たちで言ってます。やめてくれよ本当に。マンション買えそうですね。もう家は持ってる。あ、お家を持ってる。一軒家を持ってる。え、うん、貯金言わないでしょ普通人として。一軒家持ってるんですか。貯金がいくらですって見たことテレビで見たことねえよ。え、じゃあバキューンって音入れるんで。貯あなたに言うことになるじゃない。いやいや、ひなたほんと口固いんで。
ただ、うん、都内に一軒家を持ってるんで、その資産があるじゃないですか、まずね。お家か。そうそうそう、お家あるでしょ。で、なあ、いくらぐらいあるんだろうね、総資産ね。でも分かんないんだよ、本当に。なんでですか。じゃあ言うわ、はっきり。銀行に行ったことないんだよ。え、そんなに。あんまり。マジで。今ユーマだったから何億とか言うのかな。いやいやいや、何億はない。何億ってどういうこと？三億とか五億ってこと？ないないない。マンション来年で建ちますわ。絶対ない。絶対ない。三億なの五億とかありえないありえない。ありえない。ありえない。絶対ありえない。持ってない。嘘ついてない。嘘ついてない。嘘ついてない。総資産で絶対持ってない。なんで銀行行かないんですか？銀行は。なんで行かないって。タンス貯金？じゃ困らないじゃん。だと現金がなくならないじゃん。え、そんなに。そうなんですか。え、持ってるお金が減らないってことですか。持ってるお金が紐ですか。違う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 。あんまりお金使わないし、タイトルとか取るとお金が入ってくるでしょ。賞金とかあるでしょ。うん、そしたら本当に食べるものと着るものしか金かかないんで、僕独身だしずっと。そっか。で家あるから家賃かかんないのよ。そうだ。ずっと。これあんまり生活費かかんないの。だから家の、 あのローンもないってことですね。ない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 、もうローンない、うん、もうローンない。もうじゃなくて一回もローン金借りたことないんで、要するに人にお金一括で買ったの。うん、でお金を借りたことないの。違う、そもそも聞いて。え、わかんない、響かない。マージャンプロってお金借りれんの？ローンって組めんの？僕組めますよね。わかんない。あるある、だっていろんなのありますもん。それやだ、金利高そうじゃん。お金借りれますよ、麻雀プロ。いや、わかんない。借りれるけど、一括ってすごくないですか？いくらの家一括で買ったんですか？それは大したことないから。いや、ね、いや、都内の一軒家じゃね。ちっちゃいから。ちっちゃい。あのね、ちっちゃくてもどれくらい。こんぐらい。いやいや、じゃあ、前で本当にじゃあ面白いこと言う。すべぬ、すべぬ。あのね、片山正樹さんっていう有名な麻雀漫画、うんうん、漫画家さんがいて、はい、麻雀漫画よく書いてて、その僕主人公になった時に、片山さんが、ちょっと取材させてって言われて、家を書かせてって言われたから、あ、いいっすよっつって呼んだ、うん、で家入れた。ほんだら狭って言うで、え、あの漫画にも狭って言われて本当にちっちゃいの。え、てかなんかそれもまたちょっとお金持ちの人呼んじゃったからですよ。違う、片山先生、本当に狭い。うちはね20坪ないような家で、下にうんとね 3つ部屋は3つしかなくの、うんうん、で6畳の部屋でちっちゃい台所、もう本当にちっちゃい、うん、で上もなんか6畳と、今間取りも教えてくれるんですか。そう6畳の部屋3つみたいな感じ。ここに絵が出てる、間取り図出てる。本当に本当狭いよ。はい、でもあれでしょ、なんか都内ってそれの土地の価格異様じゃないですか。そんなことない、都内って言っても外れの外れで、大して一番高くない。本当に本当にもう一括で大したことないから。それはいつ頃からそのお金をちゃんと貯めてて計画して購入してっていうのはいつ頃なんですか。なんだかね、結構前、なんだかね、わかんない。え、待って、バツイチとかじゃないですよね。一回も結婚したことバツイチだったら逆にお金ないぜ。だってさ、取られちゃうから相手方に。そうそうそう、収入結婚しようと思ったことは聞く。え、いいんですか、うん、お願いします。サラリーマン時代に、うん、もしかしたらこの人と結婚するのかなって思ったことはある。ある。何年前ですかそれ。20年ぐらい前。20年前に一度結婚を考えた、うん、考えたけど、まだ 若さゆえの結婚願望だったの、はい、ただそこから先はあんまりない。ちょっとしてみたいなみたいなノリのやつですか。ない、ない。あ、その若い頃のはこの子と結婚して子供を産んでちゃんとサラリーマンやってっていう、サラリーマン時代の彼女ね、うん、そう、それで幸せに暮らそうかなって思ったことはある。だって会社辞めると思ってなかったんだよ、うん、でその彼女と別れて、それで別に別れたから麻雀プロになったわけじゃなくて、別れて自由になったからやりたいことが出てきて、それで麻雀プロになったんだけどね、うん、サラリーマン続けながら。もしそこの彼女と別れてなかったら、ね、僕辞めてないですよ。麻雀プロじゃない高原ですね。はい、絶対辞めてないです僕。多分お子さん3人ぐらいいる高原でしたかね。あ、そうですね。で証券マンのままですよ。かっこいいですね、その響きも。どっちがいいのかな。いや、どっちも素敵じゃないですか。証券マン高原も面白いし、麻雀プロ高原も面白い。なんか漫画化できそうですね。ね。どっちも。そう。島耕作みたいなやつ。あ、でも本当にそう考えたら、そう考えたら本当に人生っていろんな分岐点があって、はい、面白いよね。僕、どうなってたんだろう。
結婚考えたことはそれだけです。その一回きり、はい、あとは人生で、あとはもうなんか今の仕事は楽しいし、うんうん、僕結婚して例えば子供が生まれたりしたらその女性に対しても気を使っちゃうし、子供のこともちゃんとやってあげたいんで、そうするとやっぱり時間がなくなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、だから麻雀の仕事も減るし練習も減るし、どこまで強くなれるのか分かんない、不安ですね。今結婚するのは本当に不安、できない。お金はいっぱいあるのに、お金はそんなにねお金いっぱいあるのに相手のこと考えたら麻雀に集中できないってことでしょ。だからあのね、もうまた綺麗事に聞こえるかもしれないけど、最近そのやっと仕事がねこうやっていただけるようになったけど、本当に連盟を辞めた時は仕事なかったのそれでその僕をまず麻雀すりやろチャンネルっていうところが育ててくれたので、有名にしてくれて、喋りが面白いとか、あとなんか麻雀たまに勝っちゃうから、でここ数年前から藤田進さんが社運をかけて人生をかけてアベマ TV を作って、で多いよなんかいろんな番組で大抜擢してくれたわけ。普通はこうああいう芸能の世界だったりすると大きい事務所とか行くわけ、そうした方が安定するから。だけど一番ちっちゃい団体のところ僕をなんかこういろんなところに抜擢してくれたっていう恩があって、もうそこにはもう足向けて寝れないから、今自分が結婚なんかして僕の麻雀のスキルが落ちる、喋りのスキルが落ちることがもう恩返しもしてないうちにそれがもうできないんだよね。うん、めっちゃ真面目。ただ軽く藤田さんに、うん、結婚しないですか、するじゃないですかぐらいのことは言われるんだけどそう、藤田さんに直接こんなことは言わないけど、うん、そうだけどもう少しちゃんとアベマ TV の中でも麻雀チャンネルが不動の人気になるまでは、そんな自分のことをやってる時間がマジでないので。じゃあ小木さん当分結婚されないですか。そうだね、今最近将棋チャンネルとかライバルがあれ将棋面白いからさ将棋人気ですね、うん、藤井聡太さんに負けてらんないからさ、うんうん、当分結婚できないね。